どうもおはようございます。中野敦史です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は、昨日のロト6の最終確認について話したいと思います。昨日夜に2口最終確認したけど、1口目は10番台から始めて、2口目は1桁から予想しました。まあ正直難しかったかな。前回の当選数字が10番台から始まってるのと、あと40番台が2つ入ってるから、かなり偏ってる。前回の当選数字が。だから予想するのが本当に大変だった。一口目は10番台から予想したけど、前回10番台から当選数字が来たから、また10番台から出るんじゃないかなと思って、一口目はそう予想してんけど、結構そういうパターンが多いから、見てたらロト6もロト7も、そういう傾向が強いから、だから一口目は10番台から予想してんけど、まあ2口目は1桁から予想したけど、まあそれはたまに1桁から始まることがあるから、それにロト6、まあ、ロト7もそうやけど、一桁から始まることが多いから、だから二口目は一桁から予想したけど、ただ一桁、どの数字にするのかっていうのがちょっと難しかったかな。その数字が離れてるから、一桁の予想は結構大変だった。前回1桁全く出てないから、ボーナスも32やもんな。まあなんとか頑張って1桁1つ予想したけど、今日何個一致できるかな。前回が本当に偏ってたから予想が難しかった。あんまり自信ないかな。時間、まあ1時間ぐらいかけて予想したけど、それでも自信はあんまり持てない。まあ、とりあえず、もう、二口、昨日予想した二口で勝負しようと思ってます。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。